この贋作を描いた人物こそ20世紀前半美術界を欺いた天才贋作者ハン・ファン・メーヘレンである。このあとメーヘレンの驚くべき手口が明らかに。マジ？フェルメールの贋作を描いたメーヘレンとは一体何者なのか。故郷にある美術館にその手がかりが残されていました。サンキューメーヘレン。うまっ。美しいですね。メーヘレンが若き日に描いた鹿のスケッチ。目の奥がとても優しくて、その鹿の持ってるその優しさと強さがすごい全体から現れてて本当に素晴らしい絵ですね。さらに見事ですよこれ。うわ、写真見た。本当に30歳頃に描いた知人の肖像画。目ですよね。すごい生き生きしてる。生きてる。これは実際に行われた裁判の様子。法廷にはこれまでに描いたフェルメールの贋作がずらりと並べられた。そして無実を証明するため人々の前で新たなフェルメールの贋作を描き手の内を全て明かしていったのだ。判決の結果は無罪。それどころかメーヘレンはナチスを騙した国民的ヒーローとなった。しかし詐欺罪では有罪となり懲役1年を言い渡される。そして判決から2ヶ月後の1947年、メーヘレンは心臓発作を起こし58年の生涯に幕を下ろした。メーヘレンしかり、みんなそうだと思いますけど、何かしら秘密は抱えてて、まあ運命のいたずらではありますが、死ぬ前にちゃんと世に伝えられたっていうのはね、どっか肩の荷が下りたというか、ほっとしたところはあったと思いますね。メーヘレンの死後、彼の贋作は再評価され、今ではメーヘレン作品として多くの人に愛されている。すごい、まさかの。メーヘレンさん、あなたが描いたフェルメールの贋作、本当にもうないんですよね。